まずいな。ミチルとの約束に遅れそうだ。危ない！うわっ！やっ！君、大丈夫か？足をくじいただけだ。そうか。だけど、これじゃバイトに行けねえな。今日休んだらクビになっちまう。そっか。わかった。そのバイト、僕の一日変わろう。本当か？それで、君のバイトというのは？ヘルスヘルスヘルス！奥さん、今日は生きのいいサンマー行ってるよ！彼のバイト先が魚屋だったなんて。しかもこんなねじり鉢巻きにゴム長靴の古典的なスタイルの店だったなんて。ちょっと魚屋さん、これいただけます？はい、毎度！しかも僕はこの仕事にあっという間に順応してしまった。まさか僕は魚屋に向いているというのか。なぜだ、不条理だ。ちょいと魚屋さん。何しましょうか。これ3枚におろしてもらえます？いいですとも奥様、あなたがそれを望むなら。ま、素敵な魚屋さん。よし、3枚よろしい。ねえねえ、やっぱりはるかさんやみちるさんのうちってすっごいお金持ちなんだろうね。うん、みちるさんは間違いなくいいとこのお嬢さんよね。でもはるかさんのあのいなせな感じはレイちゃんほ江戸っ子と見た。きっとはるかさんのうちは先祖代々のお寿司屋さんか魚屋さんよ。まさか。あ、見てレイちゃん、この魚屋さんのサンマ油が乗ってて美味しそう。お嬢さん分かってるね。このサンマはさっきまで貸して泳いで。あ、はるかさん、そんな。お団子、そんな本当にはるかさんが魚屋さんだったなんて。あ、いや違う、僕はたまたまバイクの事故が魚屋で。いや、そうじゃなくて、あのサンマが3枚でじゃなくて、そうじゃなくて。はるかさん分かってます。イメージと違うから驚いちゃっただけです。はるかさんのうちが魚屋さんだろうと八百屋さんだろうと、はるかさんははるかさんです。私たちが憧れる気持ちに変わりはありません。そっか、ありがとう。いやありがとうじゃなくて、私たち今日はこれでさよなら。ちょっと待って、君たち。行ってしまった。ちょいと魚屋さん、いらっしゃい。なぜだ、なぜ体が反応してしまうんだ。魚屋さんのあなたも素敵よ、はるか。危ない！あいたった。君、大丈夫か？足をくじいちゃった。これでバイト休んだらバイトクビになっちゃう。またか。しかもなんだ、この嫌な予感は。またかって？いや、なんでもない。わかった。君のバイト、僕が変わろう。本当？助かるわ。なんとなく聞きたくないような気もするが、君のバイトというのは？ゲイバー、ジョイチャイトのホステスよ。ゲイバーだって？全然撤回だ。僕にはそんなことはできない。大丈夫、あなた素敵だもの。もう決めたわ、私の代わりに働いてもらうわ。やめろ、抱きつくな。絶対離さない。やめろ、離せ。離さない。離せ。離してくれ。絶対離さない。悪夢のような一日だったな。どうしたの？あなたらしくもない。はい、ありがとう。みちる、何？僕がさ、今の僕と全然違う僕になったらどうする？変なこと聞くのね。たとえ何になってもあなたはあなた、私は私、何も変わりはしないわ。そっか、そうだよな。変な人ね。すまない、どうも弱気になってたみたいだ。弱気は禁物でしょ。そうだな。でもナーバスなあなたも素敵。よせよ。魚屋のあなたも素敵だったわよ。見てたのか。残念だったわ。あなたがホステスになったら私毎日飲みに行ったのに、断っちゃうんですもの。
そんな僕がそんなことするわけないだろう。大体どうして君はそんなことまで。何になってもあなたはあなた、私の気持ちは変わらないわ。まったく君にはかなわないよ。